こんにちは、こまチャンネルへようこそ。今回は要望の多かったハモり方についての動画です。はい、今回はよく使われる割とハモりやすい3度と6度で練習してみましょう。はい、では画面変わります。3度と6度それぞれで、ハモっている曲を、ちょっとピックアップして書いています。はい、まず3度の方ですが、ゆずさんのいつかっていう曲ですね。この、サビの部分ですけれども、これはメロディーに対して3度上でハモっています。こんな感じです。いつかまたどうしようもなく寂しくなったその時は。で、続いて6度の方ですが、これはルイ、映画の中で柴崎コウさんが、歌っている曲で、月の雫という曲のサビの部分ですが、こちらは6度下でハモっている感じです。こんな感じです。会いたいと思う気持ちが。はい。という感じで、3度と6度っていうのは、割とよく使われる気持ちの良い、ハモり方の一つになります。はい。で、この3度とか6度っていうのは、音と音がどれだけ離れているかの距離になります。はい。インターバルというんですけれども、過去動画で、インターバルのレクチャー動画も載せてますので、よかったらそちらもご覧ください。はい。数字が、大きくなるほど離れている距離は大きくなる感じですね。はい。はい。ではまた譜面をご覧ください。ご覧いただいているのは、下のラの音から、1オクターブ上のラ、そしてもう1オクターブ上のラまでの、2オクターブを書いた、譜面になります。はい。で、このさっき言った度数なんですけれども、同じ音を1度として、すぐ隣の音、まあ、ドだったらすぐ隣の音レなんですけれども、これを2度って言います。で、もう一個隣の音ミ、これが、3度になります。という感じで、基準になる音を1度として、そこから、隣が2度、その隣が3度、もう1個隣が4度っていう感じで、考えていきます。例えばこの高い方のドから、隣の隣の音、このミの音が3度になります。はい、この音でハモるとこんな感じです。はい。で、このミの音を展開と言うんですけれども、下に持っていきます。はい。基準のドの下の、ミ。すると、ドから見て、この基準のドが1ですね。下に下がるときも度数は一緒に数えるので、2、3、4、5、6という感じで、6度離れました。はい。音的にはこんな感じです。はい。今度は基準がこの音、下の度にします。そして今度下に3度を作ってみます。そうすると、ドーシーラ、はい、ラになりますね。ハーモニーはこんな感じです。はい。で、今度はこのラを上に上げます。はい。基準のドの音より上のラ、はい。そうすると今度は基準のドからラを数えると1、2、3、4、5、6、はい、6度ですね。ハーモニーはこんな感じです。はい、まあこれは覚えなくてもいいんですけれども、この度数っていうのは展開すると足して9になります。はい。例えば今3度と6度をやりましたけれども、2度で考えた時にドの、次の音が2度ですね。ド、レ。はい。で、このレを展開させて下にやると、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、7度になります。はい。で、2と7を足すと9ですね。はい。同様に、ヨド。ド、レ、ミ、ファ、上に4つ、ヨドですね。ファになりますけれども、ファを展開させると、ファ、ソ、ラ、シ、ド。はい。5度。で、5足す4は9っていう感じになります。はい。ということで、今回はこの3度と6度のハモリを練習してみましょう。はい。では、やり方です。まず3度からですが、メロディーは私が歌います。こんな感じです。ラララ。
はい。で、この3度上を、ラで歌っていただきたいんですけれども、初めの2回は、ピアノでガイドを出してます。で、後ろの2回はピアノガイドなしで、行っていただきたいと思います。なので、計4回ですね。はい。のトレーニングになります。で、皆さんが歌う、メロディーはこんな感じです。ではやってみましょう。はい、ではまず3度からやってみましょう。ハモリパートはこんな感じです。はい、このフレーズをかける4回やってみてください。はい、で息継ぎは、小節ごとに行いましょう。はい、で初めの1回目2回目は、ハモリパートを、ピアノでガイドで弾いています。はい、で後半の3回目4回目はピアノガイドはありません。はい、それではやってみましょう。はい、それではやってみましょう。ハモリパートの最初の音はこの音です。はい、では行きます。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、はい。ラララ、ラララ、ラララ、ラララ。はい、続いて6度です。さっきと同じメロディーを、私が歌いますので、ハモリパートは6度下で歌ってみてください。はい、でさっきもちょっと、お話ししましたけれども、上の3度を展開させると下の6度になるっていうことなので、実際は同じメロディーを下で1オクターブ下で歌う感じになります。はい、ちょっと低いので出ない人もいるかもしれませんが、感覚をちょっと感じてみてください。はい、でこれも最初の2回はピアノガイドあり、で後ろの2回ガイドなしの計4回でやってみましょう。で皆さんが歌う、メロディーはこんな感じです。はい、ではやってみましょう。はい、では続いて6度をやってみましょう。3度をひっくり返した展開した、6度なので、歌うメロディーは音は全く一緒ですが1オクターブ下になります。はい、ハモリパートはこんな感じです。はい、このフレーズをかける4回やってみてください。はい、で息継ぎは、小節ごとに行いましょう。はい、で初めの1回目2回目は、ハモリパートを、ピアノでガイドで弾いています。はい、で後半の3回目4回目はピアノガイドはありません。はい、それではやってみましょう。はい、それではやってみましょう。ハモリパートの最初の音はこの音です。はい、では行きます。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、はい。ラララ、ラララ、ラララ、ラララ。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。カラオケ行った時とかに、ちょっとハモれたりすると盛り上がったりもしますので、はい、ぜひこの3度と6度、割とハモりやすいので、感覚を覚えて、練習してみてください。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお待ちしております。はい、で、KMC カラオケスクールの、公式 LINE もありますので、はい、ぜひそちらもご登録をお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。